フェリックス・デュ・タンプル、フェリックス・デュ・タンプルドラ、黒は、フェリックス・ディー・ユー・テンプルでエークは、1823年7月18日から1890年11月4日は、フランスの海軍将校にして発明か。通常は、フェリックス・デュ・タンプルと略される。ノルマンディの旧家の生まれ、デュ・タンプルはいくつかの飛行機械を開発したが、これは、歴史上で最小。 ライト兄弟の初飛行1903年よりも9年、早い1874年の動力飛行だとされることもある。同時代に同じ分野で活動したもう一人のフランス人にジャンマリー・ルブリがいる。1838年にフランス海軍兵学校エコールナ・バレーへ入学した。彼は第二帝世紀におけるほとんどの紛争で、特に クリミア戦争とメキシコ出兵で戦った。41歳の時、彼はフランスに帰り、海軍中佐、コピー店でフレイガートになってドラロワール軍に参加した。アンリダルトワ支持者と王政復古論者、いわゆる長、王党派によ。1876年に彼は海軍を辞めるよう強いられた。1857年、デュタンプルは、 航空機の設計で特許を取っている。それは引き込み式の着陸用車輪、プロペラ、6馬力のエンジン、そして全身翼を取り入れており、ローコミューションアイエジャンパワーイミテーション DU ボリュームで和そ筑後明けすると、鳥の飛行の模倣による空中移動装置と題されていた。彼は、兄弟のルイと共に、大型の模型を数機、製作している。そのうちの一つ、 700g の重さを持つものは飛行する能力を持っていた。動力としては時計仕掛けを使っており、後に小型の蒸気機関に積み替えられた。デュタンプル兄弟は自力で離陸し、短い距離を飛んで軟着陸できる模型を何とか作り出した。人を運べる機体を作ろうとした際、デュタンプル兄弟は蒸気機関というものが出力不足な上に重すぎることに気づいた。 彼らは1867年に独自設計の熱気エンジンを開発したが、これも満足できるものではなかった。二人はまた当時ルノアールによって新しく発明された内燃機関を用いる実験もしている。しかしこれもやはり出力が十分ではなかった。デュタンプルは研究を続けて、最終的にはとてもコンパクトで、なおかつ高回転数の得られる。 蒸気機関を作り出すことに成功した。彼は1876年4月28日にその特許を取っている。このエンジンには最小の体積で最大の接触面積を得るために極めて細い管が詰め込まれていた。彼が大型の機体での実験をするために兄弟であるエムリデというタンプルの手助けを受け始めたとき、基地のあらゆるモーターが不適当であることが明白になった。 彼らは初めに超高圧の蒸気機関を、次には熱気機関を試した。そして最終的には1876年、1バリー機で重量39から44ポンドという極めて軽量な蒸気ボイラーを作って特許を取った。これは、これ以降に作られたある種の軽量ボイラーの原型となるものであった。この機関には内径1、8インチ未満の非常に 細い管が使われており、それを通して水が極めて高速で循環し、周囲の炎によって瞬間的に蒸気へと変じられた。カラオクターブシャヌート、エディプレインズ、パート EE、1892年8月より、1874年、デュタンプル兄弟は単容器を作り上げた。これは大型の飛行機で材料はブレストのアルミニウムであり、 翼幅13メートル、機体重量は80キログラムであった。数回の試行がなされた。斜面によって加速してから自力での離陸を成し遂げ、短時間の滑空に続いて、何着陸をしたことが、そして定義にもよるが、ごく短距離、ごく短時間の飛行だったのでこれが、歴史上最初の動力飛行成功例であることが、一般に認められている。 この飛行機は1878年のパリ・バンコク博覧会で展示された。デュタンプルは、その独自に開発した蒸気機関によって、後にシェルブールでジェンナーター・デュー・テンプル・ SA という企業を創立した。この企業は大成功を収めた。蒸気機関の設計は、フランス海軍に採用され、フランス最初の水雷艇を推進させるために使われた。 フランス語、L, Opinion Est Fett au Jardoufi Sur L.A. Choudoir, Du Temple Parmi de Afficières L.Enginières, Toutre Monde Procurem S.E.S., Quarratz Saprières, De Commands à Fluent de No Sports De Commence A.D., L.A. Part Du, Gouverneur Man Franse, Debut Maritime 1888, 日本語訳、今日では、主観や日誌たちは、Due Temple の蒸気機関について、自説を持っている。 誰もがその品質が優秀であると言明している。商業校からもフランス政府からも注文が続々と押し寄せている。デビューマリタイム1888より1890年にデュ・タンプルが死ぬと彼の相続人が会社の経営を引き継いだ。ジェンナーター DU ・テンプル SA は1905年にリーズネクル・カンパニーとなり造船会社、 葬式ノーマンドでコンストなバレイに吸収される1918年までには数百の人間を雇用するようになった。一般に鳥、特に大型の鳥は得た速度によってただ単に上昇して飛行する。上昇に必要な速度は地上もしくは水上を走るか高所から飛ぶことによって得られる。一度十分な高さに到達すると 鳥は水平飛行に移り翼を羽ばたかせることにより前進する。さらに速度を得ると翼等を広げて可能な限りの平面を形作ろうとする。そしてそれによって何らの目に見える翼の動きや意義深いことに高度の損失なしで前進するのである。フェリックス・デュタンプル。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。